はいどうもミタ X ですトップバズ塾ビッグデータバンクサロン生からの質問199収益の引き出しについてご質問しますということで引き出しは、えー、初日にすぐ申請すべきでしょうかというご質問ですけれども、えー、収益ですねこちらについてはもう忘れてしまうので忘れてしまうと、うん、収益をですね、えー、引き出せるのは 月始め2日から4日、の期間です 2, 2、日か3、4、3日間で収益の引き出し申請ができますが、えー、初日にね、もう申請しましょう、忘れてしまったら翌月まで引き出し申請できませんので、でその間にね、えー、何でしょうかね、アカウントが停止されたりすると、引き出しできなくなりますから。 うん、あの何が起こるかわからないということでリスクを回避するリスクヘッジするという意味でも、うん、先月分の、うん、収益をねしっかりと翌月の2日ないしは3日のできれば初日に2日に、えー、収益申請引き出し申請をねされることをお勧めいたしますす以上ですありがとうございます。